林2丁目にある南海電気鉄道高野線の駅南海の駅では唯一、富田林市内にある駅である。駅番号は NK67。相対式2面2線のホームを持つ地平駅である。有効長は8両。駅舎は高野山方面行きホーム側にあり、互いのホームは古線橋でつながっている。なお、南波方面行きホームで下車する場合、 ナンバ寄りの方が古戦橋に近い。バリアフリー設備として、改札口付近にスロープを設け、1番線と2番線を往来する立橋を使用できるエレベーターが設置されているほか、1番線には障害者も利用できる多目的トイレが設置されている。また、駅東側に線路を撤去した跡がわずかながら残っている。2017年8月現在、 日中は1時間あたり区間急行2本、確定2本の計4本が停車する。2019年時の1日平均上降人員は5292人で、南海の駅全100駅中48位である。各年時の1日平均上降、乗車人員数は下表の通り。駅の西、または南側は、河内長野市との境界になるため、同市の利用者も多い。田畑や、 地方郊外型店舗が多い。住宅に関しては空き家が見られる。ありがとうございます。